ランマ、よくぞここまでついてきた。行くぞ、手加減はせるぞ。望むところだ。お客さん、何するね。ここの泉は一つ一つに悲劇的伝説あるのよ。おじ。おちょ。やったぜ。アカネ君、みんな君に勝った暁には交際を申し込むらしいが、今日は戦う相手を間違えたかな。あ、久能先輩、おはようございます。アカネ君をかばうとは、貴様何者だ。人に名を問うときは自分から名乗るのが礼儀だな。よし、僕から名乗ろう。2年 E 組、久能立脇17歳、剣道部主将、連戦連勝、高校剣道界期待の超新星、人呼んで風林館高校の青い雷。はっ、はっ、俺は早乙女ランマ、天道道場。た、た、いよぐ、は、た、いよ、いよ、が、いよ、いよ、は、お前、毎朝あんな奴ら相手にしてんのか。だって、久能先輩がいつだって。アカネ君と交際したくば戦って勝て。それ以外の申し込みは僕が許さん。じゃあ、久能とも毎朝戦ってんのか。勝てちゃうのよね、なぜか。大したもんね。触れられた覚えないんでしょ、久能ちゃん。ふん、早乙女ランマのやつ、もう少しできると思ったが、字が待って。ぜい、あかねー、うるさいわね。もうあんたのことなんか知らない。Thank you.
お前たち、そこどくね。この私、片付けると言ってるのよ。修行が足りん。